松本が行く、松本が浮かせる、長澤が頭越えて、これキーパーナイスプレー、最終的にはポスト、谷の好プレー。いや、もう突破からこのフィニッシュのところも、そのうまさというよりも体をなんとか投げ出してボールに触るという意識の中で入っていきましたけどね。渡辺ですよね。谷止めた、ただブルーノ・メンデスもう一度したが谷が止めた、ビッグセーブ、これは大きい、谷が読みました。だんだん清水の選手もこう分かってきましたね。さあ縦パス、いいパスがサンタラに入って、中山だ、中山シュートだ、谷のセーブ、最後狙いすまして打ったのは中山。出てきて中に入れてきた古橋、藤本入れ替わるか、藤本ここポスト、またも決定機でした。神戸上がったんですかね、どうなんでしょう、見ていきましょう。ここもただよく入れ替わった藤本です。あ、よく触りましたね。また谷、家長粘る、家長だ、引きつけてシュート、左足、いやー谷もよく、関根です。サイドを変えて大久保、柔らかいタッチ、切り返す、決定機、正面、もう一度大久保、ユンカー、もう一度ユンカー、いいところに待ち構えていましたキャスパーユンカー。